時刻は9時30分を回りました。ジャガンジュー、嘘のような本当の話ということでね、はい、私はパーソナリティ土井秀人がお届けしていきますが、今週もね、ドクター水素ボトルの北条正弘さんを迎えしてます。どうぞおはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんどうですか、日曜日の朝いかがお過ごしでしょう。今日はね、お二人のゲストをお迎えしております。まずはね、川上翼さん、おはようございます。おはようございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、もうお二人は仲良さそうでセットでよろしいんでしょうか。横田紗恵さん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、よろしくお願いしますね。寝起き良さそうですね、この二人ね。ほんとね、もう見るからにあの若くてあのね、川上さん強そうで、横田さんあの優しそうでってお綺麗で、横田さんは横という字に田んぼの高と思ってたら都の中だった。はい、親が宮古島出身で、私は那覇中です。那覇中、あれかな、学校が高校までしかないから出てきたとか、そういうのでもなくて。いや、そういうわけでもなくて、那覇商業を卒業して、で、専門学校も卒業して、こっちで。はい、そうです、はい、何の専門だったか。専門学校は美容なんです。美容、エステの学校行って国家資格を取って、エステティシャンもやっておりました。おー、もう国家、国際色豊かな、ね、すごい、さっきが皆さんすごいです ね。へえ、それで、横田紗恵さん、今は東京にお住まい。はい、東京に、はい、はいはいはい、あの30歳になるんですけど、はい、まあその30歳までは、あ、29歳までは、沖縄に住んでいて、で、占いと、あとはあの美容の仕事を23歳の時に自営業で、実はあの沖縄のパワースポットのセーファウタキっていうところで露店で商売をしていました。セーファウタキ、南城市にあります、あの久高島とかが見えるところ、はい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 、天ぷら売ってるっけね。大島、はい、その近くです。あ、ね、はいはいはい、もうこれはね、沖縄では分かる人は分かるからね。はい、なか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 で、東京でそういった、まあ、お仕事をしていこうと。そうですね、うん、まあ、2年前に、うん、あのその水素もあの取り扱って、うん、占いと水素をメインで東京で活動して、うん、販売をしております。うんうんうん、水素とは横田さんは なんでちなみに出会ったんですか。もともと私がちょっと昔の話にはなるんですけど、はい、0歳からのアトピーと喘息をずっと持っていて、で小学校5年生の時に部活を始めたら全部治ったんですよ。部活を始めてバスケットボールをした時にいきなり喘息とアトピーが完治しちゃったんですね、うん、これびっくりする話なんですけど、うん、で病院の先生に聞いたら免疫力が上がったんじゃないかって言われて、うん、まあそうなのかなと思っていたんですけど、でもその後にずっと毎朝あの顔がむくんじゃったりとか、夕方立ちっぱなしだと足むくむじゃないですか。あれが全身やっぱり続いてて、なんでかなと思ったら、結局その小学校5年生まで飲んでたまあ、抗生物質の副作用で肝機能、腎機能が低下してたったんですよ。お若いのに北条さんあるんです ね、うん、ね、ね、あ、まあ、アトピーも最近ね増えてるしね、はい、昔僕らのね世代の時なんてあの学年に一人いるかいないかだったんですよ、アトピーの人って。確かにね、だから逆にあんまりいないからいじめの対象になっちゃった、お前はなんだそれはみたいなね言われてたんだけど、今はね多いですからね。だからどうしてもねお薬だったりで対処されるとそういう副作用が出ちゃったりとかありますよね。あれですよね、抑えようと薬は、まあ、一時的にするわけじゃないですか。症状を抑えてるだけで ね治さないものがほとんどですからね、お薬っていうのはね。そうですよね、うん、治ってくもんじゃないはずなんですよね、うん、なんとか痛まないように辛くないようにっていうだけのことかなとは思ってるんですけど。なるほどなるほど、大まかにね、横田紗恵さんですが、川上翼さんは、東京子。はい、今は東京なんですけども、もともとは長野県の生まれであります。おお、はい、
これなんでまた東京にですか？ですね、もともと僕川上という名字なんですけど、うん、実家があの長野県の川上村っていうところで、うん、レタスの日本一の生産量の村なんですよ。はい、たまたま、昨日ですね沖縄に来て糸満 の、うん、あの市場に行ったんですけども、そこでもあの僕の村のレタスの箱なんかが置いてあったりしてるぐらい結構有名な名産地なんですよ、レタスの。へー、はい、でただ、高校卒業してから、群馬の大学に進学しまして、はい、まあ、ラジオの、ね、奥の方々分かんないかもしれないですけど、この見た目で僕は保育士とか小学校の先生とかの免許を取りに行きまして、この見た目でね、この見た目でございます。優しそうです。皆さん、ちょっとねテレビでないのがこれまた残念でしょうけど、どんな見た目か、いやちょっといかつ、あでも笑顔になるとまたね全然違うんですけどね、これ黙ってるとちょっといかつい系かな、川上さんね、ひげも相まってね。いやいや、はいはい、見た目でね、はい、そうなんですよ。なるほど、はい、で子供が大好きなので、そこに進学したんですけども、まあ僕らのやっぱ実家って基本的にはもう高校行って卒業したら大体まあ農家を継ぐ人が多いんですよ、やっぱり。なるほど。で大体もうご両親だったりが年齢を重ねるので、家を買うから帰ってきてくれとか、車を買うから帰ってきてくれとかっていう家なんですけれども、ただうちの場合ですね、母親が普通に、愛知県の出身でして、でやっぱりその川上村に嫁いできて何年も経つけれども、やっぱり感じることが、その各家庭の男性がもうなんていうんですか、俺様というかですね、亭主関白という言葉が似合うといえば似合うんですけれども、まあ、そういう家庭でなかなかこうちょっと女性が生きづらいよねみたいなのは、まあ、僕の母は男性の150倍ぐらい強いので大丈夫なんですけども、一般的な女性が住みづらいよねっていう話はしてて、なので僕はその農家に帰ろうかなって相談をしたら、今帰ってきても男として廃れるから社会に揉まれてこいって言われたんですね。それはお母さんのセリフですか？はい、お素晴らしい、これ大学卒業してですね、はい、で僕もあの親が農家で自営業だったので、どこかに勤めるっていう気は全くなかったんですよ、うん、なので大学の仲間たちと起業したりとか、まあね、ちょっとお笑いとかやってみようかななんていう話をしてたんですけれども、うん、気づいたらそのだん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 仲間たちが、実は俺就職決まったんだ、実は俺公務員の試験に受かったんだって言って、僕一人だけ取り残されて、そうです。でまあそんなこんながあって仕方なく、不動産屋に、就職はしたんですけれども、そのまあ就職してすぐにですね、ある出会いがありまして、やっぱりその会社を作って起業されてる社長さんだったんですけれども、やっぱりそういう方からそんな別に下積みとかいらないから自分のやりたいことやったらいいよって言われたのがきっかけで、うん、まあ、最初埼玉県で脱サラをして、事業をスタートしたっていうのがきっかけだったんですけれども、うん、はい、そこからあれよあれよという出会いがあって、うん、5年6年前ぐらいに、東京に来るっていうきっかけをいただいたっていう形にはなります。それまでは結構長野でご活躍 ではあった。そうですね、長野か、あとはまあ大学が群馬県で、就職先が埼玉だったので、まあ、北関東近郊が多かったですね。はい、まあ、その後結局群馬県の高崎市っていうところで、はいはい、知り合いに誘われてちょっと健康食品の会社を立ち上げたんですけれども、うんうん、まあそうですね、その時の社長会長がある時お金を払わなくなっていなくなっちゃったなんていうケースがありまして、はい、で実家に帰ってちょっと農家やってたんですけれども、まあ、お世話になってた先輩からもう一回東京に来て、ね、一緒に授業やらないかって言われたのがきっかけでっていう部分にはなります。なるほどですね、はい、さあ皆さん、お二人の、ね、人生もさることながらではありますが、一旦 CM 入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当の話。
ということでね、はい、私土井秀人が、お届けしておりますが、ね、やっぱりお二人のお話をねこう聞いてますとね、ドクター水素ボトルの北条さん、東京僕も、何年かぶりにね、行った時にもうなんかね、あの電車の山手線の乗り換えとかね、あの三菱 UFJ 銀行とか写真で撮っちゃったりするんですけど、こうあのないからね沖縄にね、だったりしたのを覚えてるんですけど、やっぱり懐かしさもありますよね、東京って、うん、なんだろう、飲み屋いっぱいあるしみたいな、はい、もう渋谷駅なんか全然変わりましたよ、ね、なんかね、かつてと比べると別物でしょうね、もう全く変わっちゃいました。なんかあの噂によると、Facebook とかで見てる、はい、あの下北沢もだし、あの大体井の頭線が変わり、なんかもうすごく変わったという話は聞いてるんですよ。で去年、一昨年か、息子と初めて、あの息子を東京に連れてた時に、なんかもうパパ見舞いがもうなんか沖縄の方がいいとか言ってから、なんかやっぱりありましたけどもね、はい、そんなこんなでお二人は、どこで出会ったんですか。振り合ってる皆さん譲り合いの精神で言いますが、じゃあ横田さえさん、はい、はい、共通の、まあ、知り合いの方がいて、私の、尊敬してる大先輩の女性の方なんですけれども、その方が事業をしていて、その事業の、まあ、つながりで去年出会いまして、うん、で彼がたまたま壇上に上がってスピーチをしてたんですね、うん、でその彼の言葉一つ一つがすごく魅力的に感じてしまって、うん、だいたい私からではなく彼の方から私にアプローチをかけて付き合ったってよく思われがちなんですが、実は反対で、うんうん、私からもアピールしました。皆さん今聞こえましたでしょうか、思い切り肩を叩いてしまってやるなという合図でした。わお、素敵ですね、いい出会いだったんですねきっとね、はい、これ何でしたっけ、新婚さんいらっしゃいという番組でもないのでちょっとねこの出会いネタからじゃないんですけど、ドクター水素ボトルね、最近ねそのアトピーだったり喘息だったり横田さんありましたけど、ご自身それで2年ぐらい前にやっぱり別の形でどなたかとの出会いがあったんですか。その方も、うん、その私と彼をつなげてくれた女性も実は同じ時期にですね、うん、はい、北条さんのセミナーの方に足を運んで、そのタイミングで私も2年前に北条さんのお話を聞いた時に、うん、ずっと美容の仕事もしていましたし、ね、血流だったり私の体 の悪いところがどうしても解毒ができなかったっていうところで、サプリメントを補ったりとか栄養素を補うっていうよりも、まずは老廃物を出す力、もともと持ってる力が大事なんだっていうことを20前半の時に気づいてたので、なのでその時に、まあ、5、6年前にいっぱいいろんなお話を聞いていました。水素のお話だったりとか水素水、その時も結局飲んでも分からなくて、で水素って濃度が大事っていうことすら分からなかったんですけど、初めてその北条社長のセミナーを聞いた時に全部その水素の良さ、水素水とガスの違い、うん、全部その、こうどう違うのかっていうのを聞いた時にもうたまげてしまってその場で2台購入しました。もうじゃあこう知識としてはなんかこうもうある程度分かってるつもりっていうこと、でもモヤモヤしてた頃がもう説明会ですっきりっていうことですね。そうですね、もう全部たまげてしまって、でその時に小学校高学年の女の子がですね喘息でゼーゼーしていたんですよ。で会場でその場に来られた方がね、そうです、はいはい、で苦しそうにしていて、うん、北条社長が説明している時にちょっとだけ吸っててごらんっていう風に、うん、吸わせてたんですね、うん、そしたら10分くらいでママ苦しくなくなったって言い始めて、ちょっと声合わせて言ってみましょう、せーの、うそー10分ぐらいで10分でしたね、はい、多分だってそのお子さんもね、これつい先週喘息になったわけじゃないと思うんですよ、小さい頃からね苦しんできたかもしれないのね、すごいすごい、びっくりです。あれ会社じゃなくてなんかちょっと大きめな説明会の会場ですよね、結構たくさん、ね、来られて、はい、他の周りの人もびっくりなんじゃないですか、うん、びっくりでしたし、私がもともと喘息で何回も発作で死にかけてるので、うんうん、まさかと思ったんですね、うん、ただ大人は嘘つきますけど子供は嘘つかない、うん、それだけは分かってたので、確かにね、これはもしかしてと思っ
って吸ってみたんです、うん、でそしたらやっぱりむくみが全く出なくなったっていうのと、偏頭痛やっぱり台風の前日とか頭痛結構出やすかったんですけど、それがほぼほぼなくなりました私は。はい、素晴らしい、ね、お若い方にも幸あれ水素ボトルすごいですね、ね、いや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 、なんかね、うん、ちょっと一回 CM 見てこ。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社。電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当のは、ね、私、土井秀人とドクター水素ボトルのお嬢さんからね、東京からお越しいただいてますが、なんと、お一人はね、横田さんは宮古島で那覇で、育って、東京に今ということで、川上翼さんは、長野から群馬から東京にということで、二人はね、本当嘘のような、しかも出会いをされた、まあ女性が男性にアプローチする全然ね珍しくないんですけども、もうちょっとざくっと細かく言うとどんなことですかね。やっぱりそのスピーチがあれかな、なんかほら経済団体のなんかこう発表会っていうか、そんなような、そうですね、まあ、なんかの集会じゃないでしょ、集会じゃないです、暴走族かなんか違いますよね、はい、スピーチやろうと思うなんですよねそれで惚れたとしたら彼女も彼女だと思います確かにね、まあいやいや本当にね、僕ちょっとまあスピーチをさせていただく機会があったんですよ。研修みたいな感じです、金融の研修みたいな感じであったんですけども、うん、まあたまたまこれね、その時に本当は全国からみんな人が集まるっていうちょっとイベントだったんですけども、僕沖縄が楽しみすぎて2日前に入ったんですよ、沖縄に研修ので。皆さん大体当日か前日に来られる話だったんですけれども、200人近くが、なんと台風が直撃しまして、でその研修が急遽ドタキャンになったんですよ、中止に。研修会は沖縄であったんですか？沖縄でありました。え、東京ですよね、あれ？その当時は沖縄ですよね。その当時は沖縄で、出会いは沖縄だったんですね。はい、はー、オッケーです、オッケーです、はい、そうなんです、うん、で研修がなくなったんで、まあ、その沖縄にいる人たちだけでちょっとお勉強とかしようかねみたいな話があって、で僕はその東京から来てるから、その沖縄の、ね、人とかに顔出してくれって言われたんですよ。で当時そこ本来なかったところが急遽その予定が組まれて、僕がそこに顔を出した時に初めて会ったんですよ。なんでそこが台風が直撃してなかったら、そもそもその環境はなかったかもしれないっていう部分があるんですけども、そうです、それがまあきっかけで、彼女とは知り合いまして、でそこからね、さっきのようなモーアタックの展開につながっていって、で最後決め手は東京で僕が準備したちょっとおしゃれなバーですね、うん、そこに連れてって最後は決めましたっていう形になってます。なるほどですね、新婚さんいらっしゃいの ね、 ね、なんで最近違う人やってるんですよね、僕らの時代の。もう違うんですね、桂三枝さんじゃなくて西川清と、そうそうそう、今ね、あ、昔は三枝さんか、今ね、まあいいや、これね、思い出すとまたね、長くなっちゃう。イエスの枕はまだありましたか？イエスの枕、懐かしい。今多分ないと思うんですけどね。はい、そんなわけでね、川上翼さんも水素ボトルになんかこう影響というかハマってっていう事態はあるんですか？そうですね、僕は彼女と出会って、うん、3ヶ月後ぐらいにまた沖縄に来る機会がありまして、はい、でその時にたまたま北条社長が沖縄にいらっしゃるっていうお話を聞いて、まあ、彼女がちょっと北条社長の話聞いてみたらって言われて、うんうんうん、で僕はいろんなそういう個人で仕事してるものですから、うん、健康のサプリメントだったりとか機械とかってものすごい体験させられて話をいっぱい聞いてきたんですけど、まあ、一向に何も変化がないみたいなぶっちゃけ、ね、ぶっちゃけ、だからまあ、彼女、まあね、付き合って2ヶ月ぐらいの時だから、まあね、行きますよと、そりゃ嫌われたくもないしと、まあ、行ったわけなんですけども、で、まあ、会場について、はい、何名かいらっしゃったんですけれども、まあ、社長の話を聞く前にですね、その体験された方のちょっとお話を聞いて、うん、その方は本当に不妊症ですごい困ってたんだけども、この水素に出会って、そういうおめでたねなったっていうお話を聞いて、あ、すごいなと思った後に北条社長のお話を聞いて、うん、これすごいなっていうのがさらにこう増してって、
で最後に、まあ、そうは言っても目に見えないものですからちゃんと形で見せますよって言って数値と血流測定をしていただいたんですけれども、うん、もうその時に自分の目で見て分かったからこれすごいなと思って、もうそれから彼女が吸ってるのを取って吸うぐらい吸ってたら、うん、僕この、まあ、見た目なんですけれども35度5度7分とかずっと来てまして、そうです、体温です、体温です。で、あったかくなるよって食べ物食べても、うん、運動しても上がらなかったんですよ。で、これでもそうじゃないとやっぱりがんだったり病気になりやすいって聞いてて、うん、なんとか体温を上げなきゃなっていうのはずっと思ってたんですけれども、で、このドクター先生と出会って吸い始めて2ヶ月ぐらい、まあ、今もそうなんですけども平均体温が基本的に36度9分とかに上がったんですよ。いいですね。そうです。もうそれで感動しちゃって、もう周りの知り合いから友達からもこれすごいからすごいからすごいからって今布教してます素晴らしい。ね、あ、体温上げるのに熱いラーメン食ったところでね、まあ、どうしようもないんで、これ生姜をたくさん入れたんですけどダメでした。ダメですからね。これあのドクターズイズオートルで代謝が上がり、体温は簡単に上がらないんでね、普通はね。普通はね。よかったね、36度9分。いや、今ね、あの岡上さんが喋ってお話をねしていただいたことが本当にこのラジオを聴きの皆さんにね伝わり、かつね、まあ、あの先週もこう未病といってね病気をも事前に防ぐで、お二人ともほらお若いからね、事実今お話ししてくださったことをまんまお話ししてみたらいいと思うんですよ。こういう状態だったのに、先ほどの小さいお子さんの話もそうで、川上さんご自身もね元気でいるんだけどあれと思うぐらい実は体温がこうなったんだ、これはね素晴らしい、ご自身で体験されてるからね。え、いやいやいや、いいですね、いいですね。布教、布教、布教活動、布教活動ですけど、まあ、まあまあね、いいなと思うことをね、あの人様に知っていただきたいなと、ボディがもう散々もうねマイクを通して言ってるんですけど、びっくりするぐらいお年寄りが増えてくるんですよ。で、認知症を患う方も増えていき、がんになる方もね、2人に1人、3人に1人が2人に1人になっていくような時代に、全てにおいてね、いい感じじゃないですか、ドクター・スイスを思ったら。ああ、分かった。こんな、こう若いファンの方も珍しいですね、なんかね。よくよく今思えば。うん、でもね、まあ、若い人もアスリートを中心に、ね、アスリート中心ね、確かにね。多いですね。なるほどね。で、東京、ちなみにどの辺なんですか、お二人。今自宅は東京の港区の白金台っていうところに、めちゃくちゃお金持ちが住むとこね、威張っていいですよって威張ってます、すごいですね。たまたまちょっとご縁がありました。そこら辺りであのお金持ちの方にねもあの体が弱い人もいますから、ぜひねそういう巡り合わせの中で普段の会話の中で、あ、ちょっとなっていう人がいたらね、こんなのありますよでいいと思うんですよ、少しずつね。で、体験会でもね、補助さん自身が地方飛び回ってて東京であんまりいないかもしれないですけど、実際いないですしね、そしたらね、池田さんとかまたね、はい、いると思いますのでね、東京はね、ジョーがやってますからね、頼っていただいてね、はい、いや、いいですね。北条さんもちょっと今回ね番組くくりとして、北条さん何かありますか、こうね、この4週にわたってまた地方に、あ、地方、うん、沖縄を中心にすると中国か、あのね、南大東に行くんですよ近々。おお、南大東は前回一回行って、行きましたよね。一回行ったらこんなすごい話をね、なんで我々10人や20人にしかしないんだと、島中20人もいるのに島中に話をしてほしいってなって、新聞にそのやる日を挟むから全島に告知しましょうってなったんですよ。だから何人来るかわけわからんっていう状態なんですけど、呼んでいただいて、はい、で、変なね水素の話、他の商品なんかもないってこと聞いたことないっていうんで、うん、楽しみにしてるんですけどね、来週行ってきます。素晴らしい、はい、これ南大東島ね、え、はい、ということでね、嘘のような本当の輪の時間ね、そろそろ終わりに迫ってまいりましたがね、え、補助社長またねちょっとあの地方巡業といってはなんですが、沖縄以外の話もまたゆっくり聞かせてほしいと思いますが、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、川上翼さんと横田紗恵さんゲストにねお越しいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ぜひぜひねお二人が、ね、多くの方にね水素ボトル届けていただけるのを祈っております。はい、嘘のような本当のはということで、また来週楽しみにしててくださいね。